はい、こんにちは。今日はですね、ゲートホテルの雷門に来ております。今日ね、ここで、お昼から、おしまいのイベントをさせていただくんですけれども、雷門と申しますと浅草ですよね。ここ今13階、4階なんですけれども、この下に、雷門が見えております。さて、この後ろに見えますのがいわゆるスカイツリーですよね。スカイツリーこんな感じになっております。でですね、下にですね、少しだけ見えてますのが、隅田川です。つまりここは隅田川の舞台になった、場所でもあるわけですよね。で、この後のおしまいでも隅田川をさせてもらうんですけれども、隅田川、この曲は行き別れになったお母さん、親子の話ですよね。お母さんが子供、我が子を探して都、京都から、やってきます。そして、遥かここ隅田川のほとりまでやってきて、この隅田川の川を渡ると、川を渡って、その川の渡っている最中に船頭さんの話を聞きまして、我が子はこの川岸ですで、に生き絶えて、そして、塚の中にもう葬られているということを知る、そういうお話です。で、この川というのが、今の我々の感覚とは違うんじゃないかなと思っております。今の我々にとってみれば、このように川といってもそんなに、大層な代物ではありませんけれども、昔はこの川によってだいぶ雰囲気が変わってきたと思うんですよね。つまり川のこちら側とあちら側とでは、もはや文化も違うようなところだったんじゃないかなと思います。で、つまり都からやってきたお母さんは、それだけ長い旅をすることによって何本も川を越えてきたんだと思います。そしてこの隅田川にやってくる。川というものが、人の別れを象徴するものかなと、その川を見るたびに、やはりお母さんはまだ行かなきゃいけないのか、まだ我が子に会えないのかっていうふうに心が乱れて、そして享受となっていくんじゃないかなと思います。川というものが人間の行き別れの象徴であったり、またそれを、感じさせるものであったり、そしてこの川が、思い出す、我が子を思い出させるものになる。この川というものの、こちら側とあちら側とでいろいろな物語が繰り広げられていくというのがこの隅田川の曲です。実際にすぐそこなので隅田川に行ってみて、今と昔の隅田川では全然違うとは思うんですけれども、川の様子を伺ってみたいと思います。
してその束の前で念仏を唱えると我が子が幻のように現れて、また消えている。大体こういう教条ものというのは、ハッピーエンドであって終わることが多いんですけれども、この曲のみ、幻に、気配だけみたいなものが、我が子として現れて、そして消えていくというふうな曲になりますので、やはりだいぶ曲詞としては、悲しい面があります。しかしその悲しい面だけではなくて、川という存在を人の出会いに重ね合わせた名曲かなと思うんですよね。人は必ず出会い別れていきます。その中で一つの象徴としてこの川を、またこの川の流れがね、速いわけではなくてゆったりとゆったりと流れてるんですよね。このゆったりとした流れが人の別れをまた助長させるような気がいたします。今日はねちょっと天候が悪いんで、もうすぐ雨が降りそうな、もうちょっと降ってきた感じですけれども、こんなような、ところです。隅田川を見るときにはこういう曲の川のイメージを持って、見ていただけたらと思います。では、行き別れになったお母さんと子供で、その子供を探してお母さんが宮古からやってきて、この隅田川をやってくるんですね。で、長旅の後です。船に乗って対岸に渡っていくんですけれども、その対岸に渡るまでの間、船頭さんがある物語をしてくれます。1年前のお話なんですけれども、ここへ子供がやってきた。子供一人じゃなくて人が来て、人を連れていくその人たちがやってきてですね、子供が一人体の具合が悪くなってで、途中いびだおりになってですね、最終的に、その対岸のスカートのところで亡くなってしまうんですね。で、そして、その時に、自分がその子供が何者かっていうのを聞いてたというので、その話をしますと、お母さんが泣き崩れるんですね。なんかその話を聞いていますと自分の子のようです。で、詳しく聞きますと、まさに自分の子がそこで亡くなったということがわかります。で、その子供が、納められたといいますか、その地下に向かってですね、念仏を唱えて、そうしますと幻、子供の幻なのか声だけなのか、その辺は、難しいところですけれども、そういう存在が現れまして、お母さんと出会います。出会うんですけれども、その幻や声は、念仏とともに消えていく。またお母さんは自分の子を亡くしたことをはっきりと確認した後で書いてあるという曲です。先ほどね、その隅田川に行って、まさにここなんだな、そのちょっと同じ川ですけれども場所は違うんですけれどもね。で、何を感じたかと言いますと、川の流れです。川の流れが、ゆったりしてるんですよね。急流とかではないんです。ゆったりとした川の流れなんですね。で、その川の流れが、人の別れみたいなものを誘ってくるんだと思います。急流だったらそんな話じゃないです。ゆったりとした川の流れが人の出会いと別れというのはある程度急なものではないと思うんですね。ゆったりと出会っていく、ゆったりと別れていく、そのようなイメージだと思います。その、川の流れをからですね、自分がこう連想をするお母さんであるんですね。で、もう一つ川には、ミヤコドリという鳥がいます。で、これは、成平の歌からですね。成平も別れの歌を読んでいます。その、別れの歌、鳥、キーワードとしてですね、鳥と川と別れの歌、そこからですね、お母さんは震い始めるんですね。で、船頭に最後は船に乗せてくれと頼んで、この舞が終わるわけですけれども、そういうシーン、イメージとしてはですね、皆さんその隅田川の川の流れをイメージしながら、そこで、母親であります指定がですね、我が子を思いながら、この舞を舞うというのを見ていただけたらなと思います。それでは、あれ
れもまたいざこととは都ぞりいざこととは都ぞり我が思いがはあずまじみ隅田川のあずまも次回の動画でお会いしましょう。